いかごカチは、漫画家、メカデザイナー。フリーハンドで、揺らぎのない曲線を描く筆致を得意とし、多くの長い豪作品に作画メインスタッフとして参隠する傍ら、マジンガー Z に登場する、機械獣、キングダン X10、バルガス V5 などのデザインを手掛けた。死の手掛けた、機械獣は、 悪役というより主役であるマジンガーと対等の敵としての正統派のデザインが多いのが特徴で、後の主役ロボに影響を与えたと思わせるデザインや設定も多い。キングダン X10 はグレートマジンガーに先駆けて剣を武器とした巨大ロボット。剣時代のデザインも後のそれに酷似しており、このタイプの実機剣が後に続く主役ロボの必殺剣のスタンダードとなった。 バルガス V5 では、鋼鉄ジーグに先駆けて、無理のない関節単位での分離合体を考案した。それまでも、原型を止めないほど細かなブロック状に分割される、ロボットや分離合体に際して、変形を伴う合体ロボは存在したが、ガングで再現可能な合体ロボは、バルガス以前にはなかった。ただ、バルガス自体はガング化されていないため、 このタイプの合体玩具としては、やはりジーグが最初となる。ありがとうございます。